FC。どうも山田です。ずんだずんだということで、はい、今日もですね、はい、やっていこうと思うんですけども、いい天気ですね。めちゃめちゃいい天気、本当にいい天気。最高ですね。一発目にね植えたねじゃがいも、はい、ご報告しようと思います。早速ですがいきます。どうぞ。じゃん。すごいね。芽が出てきました。芽が出ております。やったね。これ絶対じゃがいもっすよね。これはじゃがいもだね。これね入ってますね。これとかね。これすごいな。ここすごい成長してるもん。ここすごい。一番すごい。ここはすごいわ。何これ青々と。いきなり来たね。いや本当にそうだ。いきなり来たよ。いきなり来た。一昨日ぐらいにちょろっと出てたんですよ。そっからの成長ってことでしょ。うん。そっからがすごい。ここまで行っちゃったからね。すごい。ちょっとね田植えやってたからちょっと撮影できなかったんですけど、2日ぐらいでここまで行きましたね。問題はこっちですよ。そうなんだよ。ここ見て。ちょっと待って。見て本当に。メイクインだよここ。ここら辺。ここはね、まあ、ちょこっとほらここは、ね、出てますけど、これ先ね、この先植えたのだって、ああそれも違うか、違うな、これ多分ほら切れたこれ違う、あこれあこれだ、出てるわ、ちょっと出てました。山田さんが見た時こんな感じだったってことでしょ。そう、こんな軽い感じ。あこれもちょっと出てるね。これも出てますね。はい、あこれいいですね。この辺が全く出てない。あ、これだ。あとこれですね。これ多分この中間が出てないですね。この辺ね。ネギがちょっと心配なんですよこれ。見てください。腐ってるね。だいぶこれとか。でもヘニャヘニャじゃんそれ。無理だね。ヘニャヘニャしてるじゃん。色味もさなんかちょっと茶色くなってきてない。これはちょっとダメだな。あ、ほら。あ、死んでるわ。いやーちょっときついな。ちょっと待って、ネギやばいぞこれ。どうしよう、これとかも危なくね。もう危ないね、そろそろだね。雑草に力、えこれとかも、わーもうこれも折れてない。それしかも折れてます。なんかねちょっと寝かせた方がいいらしいんですよね、ネギは。なんかこの間ね、あの寝かせてる場所のネギすごかったね。ふわっとさせる感じね。全然違うぞ。これが本来の形。倒してるんですね。こういう風にね、こういう感じで倒してちょこっとしか土をかぶせてない。これはちょっと勉強になりますね。これですね。全然違ったね。レベル違ったね。あそこはネギ、あこれは元気や。あこいつ元気ね。これは元気よ。これは生えてるけど。これを、あーなんかところどころ、あもうこれあやばい、ほらもうこれを完全に乾燥しきってるじゃん。カピカピ、あ抜けちゃった。あこれに栄養されてんじゃない。あそうかもしれない。うわーうおお、何これ何これ何これ、おお怖っ怖っ。あこれにやられてるわ。栄養取られてるねそれ絶対ね。美味しいとこ吸ってってるよそれ。肥料とか全部この雑草にね。だって肥料をこの辺に撒いたからね。あこういう敵もいるね結構。ダメだ、競合しますねやっぱ雑草がね。雑草に持ってかれてる感があるの。これ大丈夫か。はい、それでですね、これ2つぐらい除いて全部取った方がいいらしいんですよ。へえ、葉っぱを抜いた方がいいらしいんですよ。なし、これもなし。この茎っていうか、うん、棒の部分を2本にするってことね。そう、2本ぐらい残しで、そうすると大きく育つ、うん、大きく育つということらしいので、育てたいやつに集中させるということですね。うわ、でっかっ。こんな育つ雑草。美味しいんだろうな。うわ、怖っ。雑草怖っ。なるほどね。バイキング方式なんだね。食べたい放題。そう、食食べ放題だからちょっと雑草は抜いていかないといけないかなと思っておりますんで、ちょこちょこ気をつけながらやっていきたいなと思います。ちょっとネギの方はねまた別の動画で、ちょっと植え方変えるかもしれないんで、やっていきます。でさらにもうちょっといろんな野菜植えていこうと思ってますんで、そちらの方も後々やっていこうと思います。じゃあ今日の動画は以上になります。ありがとうございました。ずんだずんだ、そして動物3人暮らしチャンネル登録よろしくお願いします。